しむことができます。いいですかね。来年は私も踊るぞって思って、今年は一生懸命練習してくれるお友達が増えるといいなと思っています。はいね、また新しいキッズのお友達が相談してくれてます。みんなこちらのキタミの、仲間でございます、ね、キタミの子供たちによるキタミ音頭第2弾、周り、櫓の周りにも、踊りをずっとね練習してきた、毎年毎年、練習しているお姉さんもいらっしゃいますね。大きいお姉さんたちは実は北見音頭には2人バージョンという、ちょっと2人で踊るバージョンもございまして、大きいお姉さんたちは2人バージョンで下で応援してくれるようです。それではいきますよ、2チーム目、はい、北見音頭行ってみましょう。
ね、6月頃からかな、何度も何度も練習を重ねてきた北見の子供たちです。お一番大きなお姉様たちが持ってきましたね。随分キャリアのある子供たちですよ。はーい。